こんにちは。マスタービートの中子です。今日はロングスキットの練習方法を解説します。ロングスキットのポイントは3つあります。1つ目、軽めのギア比がおすすめです。2つ目、長めの加速をすること。助走で加速しながらダウンチューブと平行のレギュラーポジションになった時がスキットを始めるタイミングです。レギュラーポジションが地面と水平になったら、押し返してくるペダルの力を利用して、体重を前にかけ、ステムの上に骨盤を乗せます。ちょうどイメージとして、鉄棒に体を乗り上げる感じです。ステムの上に体を乗り上げたら、頭を前方に突き出します。そうすることで、滑る距離を伸ばすことができます。練習のコツは、初心者はレギュラーポジションに来たタイミングで前のめりに持ち姿勢を取るのが難しいので、まずは前のめりの状態で加速する練習を先にやってみよう。いいんじゃない？今の方がいい。完璧です。すごいよな。